の聖書の箇所ですけれど、ヨハネの福音書の中にある言葉で、イエス様が言った言葉ですが、イエスは彼に言われた、これはイエス様の弟子の一人に言ったんですけど、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。有名な言葉です。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。今日はですね、最初のこの私が道でありという話をちょっとしてみたいと思うんです。道がないとなかなか進めませんね。あまり皆さん経験ないかもしれませんけど、私は車の運転を初めて習ったのはオーストラリアでだったんですね。で、オーストラリアの進学校に行っている時に友達が、軍隊から帰ってきたばかりの威勢の良い同級生がいてですね、お前免許持ってないのか、教えてやるって言って、牧草地に連れてってもらってですね。で、車をこうエンジンかけて、ほら、これで運転してみろって言われたんです。でもね、牧草地で困るのは道がないんですよ。だからどこに行っていいかわかんないわけ。で、とか言って、うっかりね、なんか踏んじゃいけないものを踏んじゃってもまずいし、ね、石にぶつけちゃってもまずいし、穴ぼこの中突っ込んじゃってもまずいし、なんかないかなと思って、ぼーっとしていたら、何やってんだよね。って多分言ったんだと思います。私よく英語わかんなかったんですけども。で、一つわかったのは、お前ね、道を決めろ。道を自分で決めなければ、車運転できないんだぞって言われて、あ、そんなもんなのかと思った。日本では道がありますからね。例えば、日本の教習所に行けば、教習所狭い。オーストラリアの牧草地から見るとですね、もう本当にこうね、子供の遊び場みたいな広さですけど、あそこにもちゃんと道があって、で、教官が乗っていて、はい、まっすぐとかね、はい、そこを右折とか左折とか言うから、こう行けるんですけど、広い原っぱがドーッとあってね、で、車運転してみろって言われてもね、どこに進んでいいかわかんないですよね。なんとなく不気味ですよ。道があるから車を安心して進めることができる。道がないとね、自分で考えながら、こう、いい加減にというか、一応自分で決めてまっすぐ進むのか、右に折れるのか、左に折れるのか、要するに自分で考えながらじゃないと、車の運転ができないんですよね。私生まれて初めて、そうか、車というのは道がないと意味がないんだなって思ったんですよね。道があるから車が走れる。私にとってはね、極めて珍しいというか、初めての経験だったので、楽しかったと同時に、非常に興味深かったですね。道がないと、さっぱりどこに行っていいかわからない。それはそうですよね。大体どんな山に行ったって、山道という、道を探すわけですね。獣道というぐらいなもんで、獣が通った道を探すわけですよね。道がないとどこに行っていいかわからない。長野県の方に、職人館という蕎麦屋さんがあるんです。もう名前の通り職人なんですね。蕎麦打ちの名人がそこをやってるんですけれども、食べに行ったんです。友達と。そしたら結構長い時間かかってですね。蕎麦が出てくるまでに結構長い時間かかって、それでまあいろいろ美味しくいただいたんですけれども、でもその方がですね、一つ一つ説明をしてくれたんですね。この材料はね、あの山のあの辺で取ってきてね、とか、これはね、あの山のあの辺でとか、あの谷のところに行ってね、とか、今朝取ってきたんだよ、みたいな話をいろいろ聞かせてくれるんですね。まあそんなことよりお腹空いてんで、とりあえず食べさせてと思ったんですけど、とにかくこのおじさんが一生懸命話してくれて、でこのおじさんが言ってましたね。でもね、お客さんね、やっぱりね、美味しいところはね、全部獣に食われてるんだよねって。叶わないんだよ、人間は。獣の食い残したカス食べてるようなもんなんだよとか言われてですね、そんなこと言われたら美味しそうじゃないなと思ったんですが、まあ美味しかったんですけども、でもね、獣はね、本当にやっぱりね、賢いらしい。人間よりはるかに先に抜けていって、みんな美味しそうなところを全部食べて、その後人間がやっと探して、おったったーって言って、拾ってきて、それで食べるんですね。それは十分人間にとって美味しいんですけれども、本当はもっと美味しいらしい。ね。でもそういう時でも、道があるから私たちはわかる。まあ、獣は道がなくてもわかるんでしょうけど、私はね、道がないといけないんですよね。道があるから行ける。道がないといけない。これは非常に重要な出来事をですね、つまりね、いろんなところに行きたいとか、あるいは道という言葉を使うと非常に広い、日本語では非常に広い意味がありますけれども、日本人はなんとか道っていうのは好きですよね。要するにそれは道ですよ。だから例えば野球って言いますけど、でも甲子園の野球なんかを見てると、ありゃもう野球というよりも野球道だよな、みたいな。とにかく、野球道ですよ。だから、ああいうピッチャーとか、キャッチャーとかも必死になってやってる人たちが、いや、僕はね、実はテニスが好きなんですよとか言ったら、もう大品種交換わけですよね。野球やってる人は野球だけっていう、そういう感じですよね。アメリカ人の方々はそうじゃないですね。うちの息子はたまたま、アメリカンスクールに行ったんですけども、ある時期によってスポーツがみんな違う。野球もやって、サッカーもやって、テニスもやって、で誰からも何も言われない。いいなと思いましたね。日本だと、やっぱり一つ決めたら、それをずっと突き進まなきゃいけないわけですけれども、しかし、いずれにしても、道がないと、どうしようもない。で、聖書の中にはね、不思議な言葉があって、これは旧約聖書の言葉ですが、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、という言葉が出てくるんですね。道はあるんですけれども、私たちには隠されていて、なかなか自分たちの理性とか感情だけでは見つからない。神様がお与えくださった御言葉、神様がある意味で人に書かせて、私たちのために残してくださった、その御言葉があるので、足の灯火となり、道の光となって、あ、ここに道があるのか、とわかる。実は私たちには道が必要なんだけれども、そもそも道を探すためのランプが必要なんですね。道を探すためのなんかね、光が必要なんですね。聖書はその役割を果たしているって言うんです。聖書の言葉はその役割を果たしている。聖書の言葉を学ぶことで、神の道が見えてくる。神の道が分かってくる。と言ったらいいかもしれません。そう。道がないと先に進めない。これ非常に大事な真理ですね。で、そのことを承知の上で神様は私たちに、さあ、これによって道を知るように、と、御言葉をお与えになりました。御言葉が、聖書の言葉が与えられたのは、私たちがこの御言葉によって、神の道を知るということのためです。で、新約聖書の中に、もう一つ非常に興味深い言葉が出てくるんですけれども、こんな言葉が出てきます。神は昔、父祖たちに、預言者たちを通して、多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、つまり神様は預言者たちを通し、いろんな人たちを通して御言葉を語ってきたけれども、この終わりの時には、御子によって私たちに語られましたという言葉が出てくるんです。新約聖書のヘブル人への手紙の一章の一節と二節。この終わりの時代には、御子によって私たちに語った。御子、イエス・キリストを通して私たちにお語りになった。神の道を。だから、イエス・キリストを知るということがないと、神の道がわからない。あるいは、神への道がわからないし、神からの道もわからない。ね、神への道もわからないし、神からの道もわからない。御子イエス・キリストを通して、神様は私たちにお語りになったのだ。これはね、とても大事なことですよ。なんか人生わかんなくなっちゃったという時、その時に本当に道を求めているのであれば、イエス・キリストを調べる必要がある。イエス・キリストを教えてもらう必要がある。イエス・キリストから学ぶ必要がある。それはイエス・キリストこそ、神がこの終わりの時代に私たちに語った神の道をイエス・キリストを通してお語りになり、神への道をイエス・キリストを通してお語りになったからです。そしてそのイエス・キリストご自身が、私が道ですと語ったんですね。私が道です。これはすごい言葉ですよね。私が道ですっていうのはすごい言葉だと思いますね。実はオーストラリアの南オーストラリア州とビクトリア州っていうのなんですけど、そこの境目の近くにボーダータウンという町があるんですが、私はそこによくアルバイトで出かけていたんですが、進学校に行ってる時。そこに行く、ボーダータウンに行く、手前にですね、かなり広い川がありまして。今どうなってるかもう40年も前のことなので、今よくわかりませんけれども、40年前ですね、その川は、太いロープがこう2本張ってあって、その間に大きなイカダみたいのが、イカダのお化けみたいのがこうあってですね、それがこう、おじさんが、電気でですね、スイッチを入れると、ガーってやってきて、で、車を乗っけるんですよね。車ごと10台ぐらい車乗っけて、で、その川をですね、ゴロゴロって、こう渡らせるんですよ。なんか不気味ですよ。天気のいい日はいいけれど、だって車10台って言ったらすごいですよね。車10台を全部乗っけて、それで、結構そうですね、7、8分かけるんでしょうかね。結構流れも強いし、だから晴れてる日はいいんですけど、雨がザーザー降ってたりとか、嵐の人が怖いわけですね。でもとにかく渡らないと向こうに行けませんから、勇気を持って乗るわけですね。で、ちょっと揺れたりして、晴れてる日はのんきなもんで、みんな外に出てですね、流れが今日は穏やかだねとか言いながらやってるんですが、風が吹いたりしてると結構揺れて危ないから車の中にみんないるわけですけども、それでもとにかくその大きなイカダに乗らないと渡れないんですよ。まあもちろん日本だって矢切の渡しじゃないですけど、ありますよね。そういう渡し船がある。日本の渡し船は人が何十人ぐらいですけど、オーストラリアの渡しイカダはですね、車が10台ぐらい乗れました。すごいですよ。本当に。で、そこで、だから、ずーっと待ってるわけですけど、順番で、こっちから10台行って、向こうから10台来て、こっちからまた10台行ってって、一日中そんなことやってて、夜中になると動かないんですよね。だから夜中になるとそこ渡れなくなっちゃうんですけど、でもね、それをふと思い出したんですよ。私が道であると言った、イエス様が私が道であると仰せになったとき、イエス・キリストご自身が神様への、あるいは神様と人とを結ぶ道そのものになって、イエス・キリストご自身が私たちと神様の間を結ぶいかだそのものになって、神様のもとに私たちを連れていく役割を果たしてくださったのだ。そう考えると、非常にこう、合点がいくと言いますか。そうか。イエス・キリストを信頼することで、イエス・キリストに守られて私は、神様のもとに運ばれると言ったらいいでしょうか。そういう作業が起こるということなんですね。人生における様々な知識、知恵、生き方、そういう道を聖書は確かに教えます。神に喜ばれる道、生き方、それを聖書は教えます。でも聖書は同時に、イエス・キリストこそが、神が私たちのために使わせてくださった神の道なのだ。あるいは神への道なのだ。と語る。イエス・キリストを信頼することで、それは、まるでイエス・キリストがイカダになったように、ね、こっちの端からこっちの端まで結ぶイカダになったように、ちゃんと神様のもとに連れて行ってくださる存在として、私たちの間に入ってくださったのだ。今日みちみちそんなことを思い巡らしておりましたら、ふと思い出したのがですね、なんか浦島太郎に出てくる亀みたいだなと思ったんですね。竜宮城に行くのにね、浦島太郎を乗っけていった亀。まあ、そんな亀さんとイエス様を一緒にしたらね、叱られるかもしれませんけど、まあとにかく本当のことを言えば、私たちにはね、神のもとに行くと言っても、何にも手がかりがないんです。手がかりがない。自分の力で神になることはできないし、自分をどんなにいじめたところで神を見ることはできないし、どんなに頑張っても私たちは天国を覗き見ることができない。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられて、私の罪を全部担い、私の心を全部清め、神様に喜ばれる存在として神様の前に私たちを連れて行ってくださることがなければ、私たちは神の恵みに触れることができないし、神の近くに行くことができない。道がなければ進めないと言いました。でも道が与えられました。聖書の御言葉はある意味で私たちのための道を示すものです。そして聖書はこの道ってイエス・キリストのことだよって教える。私はこのイエス・キリストを信頼することで、神への道に乗ることができると言ったらいいでしょうか。神への道に連れて行ってもらえると言ったらいいでしょうか。これは幸いなことですね。私たちの努力ということではなく、イエス・キリストが私たちを包み込んでくださって、そっくりそのままで神様の御所に連れて行ってくださって、神様の子供としての子供としての養子縁組を可能にし、神様からの祝福を、様々な祝福を受け取ることができるように道を開いてくださいました。よく言われるのは、十字架の縦の線というのは人と神を結ぶ道になってくださったイエス様が、横の十字架の横棒というのは人と人とを結ぶ、つまり許し合うという意味で人と人とを結ぶ、その道にもなってくださったのだ。神への道であると同時に、人と人を結ぶ、許し合わせる、そういう道にもなってくださったのだということなのです。イエス・キリストが私が道であると仰せくださったことは、私たちにとっては大きな希望です。というのは、私は何歳になっても道を外しやすいし、道を忘れやすいし、また自分で本当に道を見つけにくいからです。人間って勝手ですから、意外と、まあここでいいかって。例えば、2本の道があって、どっちがいいかな。杖をこうやって投げて、杖の向こうがいいかな。で、そのおじさんが何回か杖を投げて、それで道を選ぶ。で、1回だけじゃなくて3回ぐらい投げて、道を選んだんですが、そのおじさんに「なんでこっち選んだんですか?」って言ったら「いや、こっち行きたかったから」っていう答えが返ってきてですね、要するにどっちがいいかななんて言ったって、自分で大体決めちゃうんですよ、勝手にね、私たちはね。イエス・キリストが道だと聖書は語りました。つまりイエス・キリストが教えてくださっていることごとを本当に丁寧に学ぶ。それによって私たちは神の道を知ることができる。もっと言えば、神が何を喜ばれるのか、神が私たちにどう生かそう、あるいは私をどう生かそうとしているのか、そういう道。それが御言葉を学ぶことで見えてくる。と同時に、イエス・キリストが道と語ってくださったので、私たちはイエス・キリストによって神への道、あるいは神への道の中に置かれていると確信することができる。神への道の中に置かれている。自分では道は見えているわけではないけれども、イエス様がいつも一緒にくださって、イエス様の愛の中にいつも置かれていて、私は神の道の中に置かれている。嬉しいことだ。そして神の道の中に置かれていることが分かれば分かるほど、私たちは聖書の言葉に興味を持つようになり、あるいは本当に御言葉を通して教えられることを喜び、礼拝することを楽しめるようになってくる。不思議なもんですね。神様への道の中に置かれていることが分かり、神様の道がなんとなく分かってくると、神様は私に何を求めていらっしゃるんだろう、神様は私たちにどういう生き方を願っていらっしゃるんだろう、そういうことに興味を持つようになってくる。不思議なことだと思います。でも、そういう働きが今この時に行われているのだと聖書は教えるのです。道がなければ私たちは進めません。でも、神様は私たちに道を示すために御言葉を与え、御言葉を教えるために御子イエス・キリストをお与えになりました。道がなければ進めません。でも神様はイエス・キリストをお使わしになって、イエス・キリストに「私が道です」と言わせて、私を通してでなければ誰一人父なる神のもとに来ることはできませんと言わせて、そうか、イエス・キリストを信じることで神への道に入ることができるのだな、イエス・キリストを信頼することで神への道に向かうことができるんだなと確信を持つことができる。少しずつ少しずつですけれど、聖書の言葉を教えられながら、道であるイエス・キリストの中にしっかりとどまって、道であるイエス・キリストからどう生きていったらよいのか教えられる、そんな人生は私たちにとって何とも心地いいと言いますか、何ともこう、ああ生きててよかったと思える、そんな人生なのだと思います。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様は私が道と仰せになりましたけれども、同時に私が真理だと仰せになりました。私が神の真理そのものだ、私が神の真理そのもの、そして私が命だとも仰せになりました。そこには希望があるのです。私が希望を生み出す、あなたに希望を生み出す存在だとイエス・キリストがお語りになりました。一生かけてイエス様と深い関わりの中に生きること、一生かけてイエス・キリストに寄り添ってもらいながら、イエス・キリストから学び続けること、私はそういう中で本当にその道の人と言われる、使徒の働きの中ではクリスチャンのことを昔その道の人というふうに呼んでたんですけれど、その道の人、イエス・キリストを道として信じている人、イエス・キリストから道を学んで学び続けている人、そういう状況に私たちは生きることができるんだと思います。もちろん他の学びが無用ではないし、他の学びはいらないということではないのです。でも私たちの心が本当に満ち足りるということのために、私たちの心が本当に絶望の中に打ちひしがれることがないために、イエス・キリストを道として信じること、イエス・キリストは教える、イエス・キリストは教える道を信頼して歩むこと、それは私たちの希望であり、それが私たちにとっての本当に大切な神様が用意してくださった道なのだということをうなずいて歩んでいただければと思うのです。一言祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちが生きるために道を作ってくださってありがとうございます。また道を教えてくださって感謝します。また同時に御子イエス様が私たちの道となってくださったことを本当にありがとうございます。どうぞもっともっとイエス様を信頼し、イエス様に学び、イエス様に従うことができるようにしてください。そしてその道であるイエス様が私たちと共にいてくださること、また同時に私たちのために御言葉が備えられていることを喜びながら、その光の中に歩むことができるように助けてください。集められた一人一人の方々の上に、イエス様、あなたが御言葉を語ってくださって、私を道として信じなさい、私こそ道だということを信じてついてきなさいと、あなたが一人一人の心の中にお語りくださいますように、主イエス・キリストの皆によってお祈りします。